のびちゃん、のびちゃん、のびちゃん、もうすぐ静香ちゃん帰ってくるからね。ねえ、いじめないでね。病み上がりなんだから。うん？のびちゃんです。今日3月11日土曜日。今夜の9時です。ちょっと前ですけど。ここにのびちゃんが来てます。この椅子のですね、この下にはですね、開けてみましょうか。見てください。これ静香ちゃんが寝てますね。静香ちゃんは今日動物病院からですね、退院しました。ここ何ヶ月かですね、静香ちゃんが頻尿ですね。おしっこがすごく近くなってしまって辛そうだった。なんでその頻尿になったのかわからなくてですね、それ以外は元気だったんで、まあちょっと様子見ようということでそのままにしてたんですけども、あまりにも頻尿の回数がどんどん増えてってですね、これはさすがにやばいということで1週間前に病院連れてきました。そしたらですね、膀胱炎じゃないかって言われて、膀胱炎用の抗生剤をもらったんですけれども、1週間その薬飲ましてもですね、全然改善されませんでした。それでまたお医者さんに連れてってですね、今度はですね、じゃあ膀胱炎じゃなければ膀胱結石、なんか石が入ってるんじゃないかということでエコーでですね調べてもらいました。そしたらなんと膀胱にですね、石があるってことがですね分かりました。それが頻尿の原因だったんですね。要はおしっこが出ない、その石が邪魔してですね、だからその石をですね手術で取ることになりました。お腹を切ってですね、膀胱も切って、膀胱の中にできた石を昨日ですね取り出しました。それで今日もう退院ですからね、一日で。すごいですね、人間じゃとても無理ですね。お腹切ったらですね歩けないですよ。それが猫ちゃんはですね、まあ犬もそうらしいんですけど、もう普通にですね動いたりすることはできますね。でもさすがにこうやって寝てる時が多いですね。まあ1週間ぐらいはですね安静にしないといけないみたいなんですけども、とりあえず手術も無事に終わってですね退院できたんでよかったです。ねえ静香ちゃん、よかったね。今日家に帰ってですねおしっこをしましたけども、今まではですね、この小指の先ぐらいのおしっこしか出なかったですね。それがですね、拳ぐらいのおしっこ、塊がありました。やっぱり溜まってたんだね、いっぱいね。出したくても出なかった。よかったね。あとは早く、お腹の傷が治ればいいと思うんですけれども。ただまあ、膀胱に結石ができるっていうのはですね、病気というよりも、体質的なものが多いってことなんで、また何年かしたらですね石ができちゃう可能性はありますね。まあ、だから石ができない、できにくいような餌とかですね、そういうのをあげる必要があるのかもしれないですけど、好き嫌いが結構激しくてですね、なんかちょっと薬っぽい匂いがするようなご飯はですね全く食べないですね。だから今後ちょっとどうなるか様子を見ながらね、静香ちゃん、また膀胱結石にならないようにしないといけないね。こっちにいるのび太くんはですね
今までのび太くんの方が病気になる確率は高かったんですけど、最近はなんかあまり病気とか怪我が少なくてですね、いい感じなんですけども。どうした、しつかちゃん、うん、なんか舐めようとしてる。なんかの傷跡、なんていうの、まだ痛いね。早く元気になってくださいね。